こんにちは。即可塾の久保です。今回の暗号通貨ニュース、カルダナエダを中心にお話していたわけなんですけども、ここに来てですね、私はですね、まあ、ブロックチェーン技術の上に乗っかっている、その通貨っていう概念、こちらの方に重きを置くんじゃなくて、ブロックチェーンを使った、まあ、電子承認とかね、まあ、裏付け作業とか、いわゆる証明書ですよね。NFT とも言ってますけども、こういったものに重きを置くように、まあ、シフトしていくんではなかろうかっていう気がするんですよね。 えー、もちろん、体の枝はそういったものに純ずるものとして、なんかどっかの学校の卒業証書、卒業証明として体の枝を使っていたという例もあったと思います。これはあもうずいぶん前のことになるんでね、1年とか2年ほど前のお話になると思いますけども、そういった形で、ね、私たちはいつも、 こういったブロックチェーンとか新しいテクノロジーが現れてくるときにあの、イコールお金の価値というふうに結びつけてしまいそうなんですよね。まあそれの極めつけがこの暗号通貨だと思いますけども、暗号通貨っていうのはブロックチェーンのいろんな特徴の一側面でしかないわけですよ。ですんで、ブロックチェーンを使ったお金の仕組み、マネーサプライの仕組み、 金融のののの仕組みっててていううががもももしし塞がれたとしてもブロックチェーンそのものはね全然こう生きてるわけなんですよじゃあそのブロックチェーンを通貨ではなくて別の概念で使うってことを考えたときにカルダネーザーってのはかなり、えー、裾野の広いプロジェクトになってるなと思うのとやっぱ NFT ですよねメタバースを中心とした NFT っていう概念っていうのはこのブロックチェーンとすごく相性がいいというよりもそのブロックチェーンを元に作ってますんでこれからニーズはどん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 またね高まっていくんではなかろうかと思うんですよねもちろん この NFT ってものが、どれほどマーケットを広げていくのか、どれほど人に必要とされるのかってことは、これから見てみないとわからないところがあります。えー、理論理屈で言えば、まあ未来のテクノロジーと言いますけども、今まで人類の歴史には未来のテクノロジーと名、ね、m って出てきたもので、消えていったものがやっぱ無数にあるわけですよね。そう考えると、あの、必ずしも暗い気持ちになることはないですけども、冷静に慎重に、一体誰がこのブロックチェーンという技術を必要としているのか、そしてそれが私たち、 一般の国民に分かるためにはどのぐらいの段取りが必要なのか、時間が必要なのかってことを、まあ、見ありに入れていく必要があるのかなと思うばかりでございます。<laughs> はい、今までのようにね、あの、暗号通貨ってのは通貨とだけ見るんではなくって、あの、ブロックチェーンってものの上に立っている通貨の一概念。ということは、その通貨、例えばカルネーダネイドだったら、お金としてのね、えー、利用価値よりもあの、NFT としての利用価値とかね、その他の利用価値っていうのを見出すことによって、 まままだまだ可能性があるるといいいうに見えるんではないかなか思います現状はまだお金とどう交換するかってことに、うん、多くの方が奔走してると思いますけどもねそれによるボラティリティの限界だと思いますけどもこれはまた、うんまあ、別の利用価値が出てくることそしてそれを理解する大衆が分かることによって別の局面が出てくるのかなと思いますよねちょっと難しい話になりましたけども今回は以上です。